東亜道文書院大学は中華民国上海市に本部を置いていた日本の私立大学である。1939年に設置され、1945年に廃止された。大学の略称は東亜道文書院。1899年、日本の東亜道文会によって中国南京に南京道文書院が設立されていた。 この南京同文書院の閉鎖に伴い、上海へ移設されて、東和同文書院大学の前身となる、高等教育機関東和同文書院が設置された。こうした、設立経緯などの都合から、東和同文書院を上海同文書院と通称することがある。東和同文書院の中心は、商務課であったが、その他に、政治家農工課、 中国人を対象とした中華学生部も一時設置されていた。1921年に専門学校に昇格し、1939年12月には大学に昇格した。1943年には専門部が付設された。1945年9月、日本の廃線に伴い学校施設を中国に接収され、同年閉学した。 初代委員長の根津はじめは、東和道文書院の創立にあたって、工学用紙と立教綱領を定めた。工学用紙に、中外の実るル学を講じ、中日の英才を教え、一つは、もって中国不教の本を立て、一つは、もって中日友教の根を固む。寄するところは中国を保全し、東和旧案の策を定め、 右大英和の刑をたつるにありとし、立教綱領に、特教をへと、なし、政権経伝により、これを施す。地域を抜きとし、中国学生には、日本の言語、文章と、体制百科実用の学を、日本学生には、中英の言語文章、および、中外の制度律令、小公務のようを授く。寄するところは各自通達協律、国家有用のし、 同性必需の際をなすにありとしたことは、陽明学的な実用主義的立場が重視されていたことを示す。東和道文書院では、儒教の計画を道徳教育の基礎に据えるとともに、簿記などの実用的な学問を重視した。学生の大半は、各府県が学費を負担する府県費制であったが、外務省や南満州鉄道、商社からの委託制ほか、私費制も一部受け入れていた。 設立前市、岸田銀行の援助を受け、観光で活動していた荒尾忠氏は、1890年に中国貿易実務者を養成するための日清貿易研究所を上海に設立した。しかし同社は1894年の日清戦争勃発のため閉鎖を余儀なくされ、荒尾は1896年に台湾訪問中に急病死した。 1898年に結成された東和道、文会は、1899年11月、南京に南京道文書院を設立、木内王府園に部院を置いた。荒尾の同士であった、根津はじめを院長として、医学士の佐々木司法師を幹事に据えて、日本人、イギリス人、中国人など、各国の講師を招聘、法律や経済、文学などの分野と、英語、 日本語、中国語などの語学の授業を行っていた。しかし、義和団の乱によって、近隣のキリスト教会など周辺地域の治安状況が悪化すると、存続不能に陥ったことから分員を閉鎖して、職員や学生とともに、上海へ移転することになった。1901年に、上海で新たに、ネズを委員長とする東和道文書院が設立されると、 南京同文書院はこれに統合された。私塾時期専門学校時期東和同文書院、大学私塾時期学科専門学校時期、学科別科大学時期付属機関市な研究部1918年10月教職員が中国に関する諸問題を研究するために設置された。1942年東和研究部に改称。部内には中国語を専門とする、加護研究会、 中国に関する統計資料を扱う統計研究室が設けられた。主な観光物付属病院1923年11月、公共旅行社内に竣工。コンクリートレンガ2階建て137坪。1階に診察室、調剤室、外科室、顕微鏡室,室、歯科室、患者控え室。2階に病室、看護婦控え室があった。 1937年消失。付属図書館公共路公社図書館1923年11月、竣工。コンクリートレンガ2階建て114坪。1階は、品研究部、教授研究室、2階に閲覧室、事務室が置かれた。別に3階建ての書庫があり、蔵書は10万冊余り。1937年消失。 海角路臨時校舎図書館長崎狩公校舎時に復興図書委員会を設置して復興資金を募り満鉄図書館などの図書寄贈も受けて6万5千冊を増した。1945年中国に接収された。物産館物産館は1932年に中国の民族資料を収集、展示し一般に公開するために虹橋事校社内に設置されたもので、 収蔵資料は8000点に及んだ。中華学生部校舎を使用した。1937年消失。安市阿神社安市阿神社は1934年に、この絵集まろ、荒を正し、根津はじめを主審とし、中国での活動の中で倒れた、日清貿易研究所や南京道文書院を含めた、関係者、銅像を合詞して、公共路行社内に混流された。 1937年公共路公社消失後は、海角路公社内に放線され、戦後は1949年埼玉県の東高書院内に再建された。調査旅行1902年、外務省からネズはじめ委員長に対し、中国西北地方におけるロシア勢力の浸透状況についての調査が要請され、ネズは第2期卒業生の5人を現地調査に派遣した。 彼らの報告書に大使外務省から支払われた謝礼金を基金として、ご規制以後は卒業論文のための市が調査旅行いわゆる大旅行が制度化されることとなった。学生たちは数名から5.6名のチームを組んで各地へ3ヶ月から半年までの旅行をし、その範囲は中国本土にとどまらず東南アジアにも及んだ。 彼らが収集した地域情報をもとに1915年から1921年にかけて品小別全市全18館が観光され、1918年に研究所として品研究部が新設されると大旅行は一層組織的に実施されるようになった。しかし末期には日本軍が学生に対し情報提供を依頼するケースもあり、これらの事情が相まって大旅行を スパイ活動とみなす中国側の疑惑を読んだとする、見方もある。市が調査旅行、中国調査旅行とも。学生運動1930年秋、安在工事は学内二強制男子部を組織、朝日新聞上海総局に勤務していた、尾崎秀美と連携しつつ、学生運動の中心的指導者となった。さらに彼は、中共党員の大学分が指導していた。 日市闘争同盟にも参加し、日本海軍の艦艇乗組員に対する反戦、宣伝活動に従事した。この組織には安西のみならず西里達夫、中西伊など多くの現役諸員制及び出身者が参加していたが、同年末上海総領事館警察による弾圧で諸員生8名が検挙され同盟は壊滅した。翌1931年春、出国、復学した。 中西らにより強制団が再建、同年末には大使批判渉同盟が組織され、満州事変から第一次上海事変へと動く、情勢の下で中共に入党した諸院生を中心に反戦運動が進められた。しかし1932年3月には総領事館警察によって諸院生19名が再び検挙され、東亜道文書院における反戦運動は終焉した。 交渉病カツ処理校舎大村仮校舎各塚笠、葛飾文字仮校舎公共路校舎東亜道文書院、公共路校舎正門長崎仮校舎改革路、臨時校舎大学附属専門部校舎クレハ文校1923年11月、春工レンガ2階建て、154坪。1階は、喫茶室、娯楽室、社交室、応接室、理髪室、写真案室、 二階は、祭事用ホール。1937年消失。東和道文書院は、全寮制であった。高尚病カ処理校舎学生寮公共路校舎、学生寮愛知大学東和道文書院大学、記念センターのある、愛知大学記念館東和道文書院大学と、愛知大学は別の組織だが、愛知大学は、東和道文書院を、全身校と位置づけている。 東和道文書院大学学長であった本間基一は学校の再建を考えて学籍簿と成績簿を上海から持ち帰った。1946年6月、本間による旧学生、教職員を収容する新大学設立計画が本格化する。しかし GHQ が東和道文書院大学の復活に難色を示したため、 一部の旧教員の就任が見送られることになり、結局、1946年11月に、京城帝国大学や台北帝国大学など、外地の学校から引き上げてきた学生、教職員も含めて、愛知大学が設立された。しかし、愛知大学は、東和道文書院の学籍簿と成績簿を保管して、東和道文書院大学の卒業生の、 卒業証明書などの発行事務を行っており、実質的な更新校となった。また、愛知大学は、東和道文書院大学が進めていた花火、辞典編纂事業を引き継いで、中日大辞典を刊行し、さらに1993年には、愛知大学東和道文書院大学記念センターを設立して、東和道文書院関係資料の収集整理並びに、研究を進めている。 ありがとうございます。